スーパーモデル、スーパーモデル、スパーマダルとは、ファッションモデルの中でも特に有名で、世界的な知名度と破格のギャランティーを誇るモデルを指す言葉。スーパーモデルという言葉は1990年代に広く知られるようになり、数百万ドルの報酬と引き換えに、有名高級ブランドのオートクチュールや商業広告に登場することが多い。またスーパーモデルは、 世界中の雑誌の表紙を飾る機会が多いが、これについて、スーパーモデルと広く認知されているモデルの一人である、クラウディア・シファーは、スーパーモデルになるために、誰もがその子の存在を知り得るように、世界中の雑誌の表紙を常に飾り続けなければ、ならないと述べている。マイケル・グロスの著書、トップモデル、綺麗な女の汚い商売によると、 スーパーモデルという言葉が最初に使われたのは1943年に、クライド・マシュー・デスナーが書いたモデルになるため、ハウツーボンだという。しかし、作家のジュディス・キャスは、クライド・マシュー・デスナーが本を出版する以前の1942年10月に、シカゴ・トリビュームに、スーパー、モデルズ・ア・ーサインド・フォー・ファッション・ショーという見出しの記事を書いている。 1960年代と1970年代になるとスーパーモデルという言葉がメディアにたびたび登場するようになる。1967年5月にソウルズベリーデイリータイムズはスーパーモデルとしての次いぎに言及した。1968年2月にはグラムール氏が全19人のスーパーモデルをリストアップしたほか、 シカゴデイリーディフェンダーは1970年1月にニューヨークデザイナーターンズスーパーモデルという記事を書いている。ワシントンポストとマンスフィールドニュースジャーナルは1971年に合使用した。そして1974年にシカゴトリビューンとアドボケートも合利用し記事を掲載している。アメリカ版、ボーグは1975年9月の記事で マーゴ・ヘミングウェイに言及するためにカバーページでこの語を使用した。雑誌、ジェットも1977年12月にベバリー・ジョンソンをスーパーモデルと表している。1979年にはモデルのジャニス・リキンソンはスーパーマンとモデルの合成語としてスーパーモデルという言葉を作ったと主張した。リキソンがエンターテイメントトゥナイトのインタビューで語ったところによると エリートモデルマネジメントの彼女のエージェントであるモニーク、ピラールが彼女に、ジャニー、あなたはあなた自身を一体誰だと思う、スーパーマン。と尋ねたところ、ディキソンは、いいえ、私は、スーパーモデルよ。と答えたという。現在では、一般的に、リサ・フォンサ・グリーブスが、初のスーパーモデルとして広く認識されている。 彼女は1930年代から1950年代までタウンカントリー、ライフ、防具、バニティフェアとタイムを含む主要なファッション雑誌に登場し、防具氏における彼女のイメージと知名度は同志の将来とスーパーモデルを形作る際にとても重要なものになったと言える。1968年のグラムール氏の記事ではツイッギー、シェリル・ティーグス、 ウィルヘルミーナ・クーパー、ベルユシカ・ボン・レンドルフ、ジーン・シュリンプトンと他15人のトップモデルをスーパーモデルとして挙げ、アンディ・ウォーホルによってもこの言葉が広められたと言われる。ウィルヘルミーナ・クーパーはアメリカの防具師の表紙を27から28回飾ったモデルと死ぬ記録を持っている。1 9七十年代に入ると世間がモデルをより認識できるようになったので、モデルは 若干有名になった。スポーツイラストレーテッド編集長、ジュリー・キャンベルは、より大きくて、より健康なカリフォルニアモデルを撮影して、写真に彼らの名前を印刷することによって、それまでのスポーツイラストレーテッドスイムスーツイシューのモデルの向きを一新した。このように、メディアの発達とともにスーパーモデルはその地位の基礎を確立していった。1975年に、 マーゴ・ヘミングウェイが、ファベルジェと100万ドルの契約をものにした。そして、同じ年に、タイムの表紙を飾り、新しい美人のうちの一人と分類された。そして、ファッションモデルに、さらなる知名度を与えた。ローレン・ハットンは、化粧品会社と巨額の契約をした、最初のモデルとなって、防具の表紙を25回飾った。ダニエル・ルーナは、 ボーグに登場した初めてのアフリカ系アメリカ人、モルである。また、アメリカ版の、ボーグに限ると、初めて表紙を飾った、アフリカ系アメリカ人モデルは1974年の、ベバリー・ジョンソンであった。また、イマン・アブドゥル・マジドも、最初ではないが、有色人種のモデルの先駆けであることに間違いはない。1980年代初期に、イネス・ドラ・フレ・サンジュが、オートク・チュールブランド、 シャネルとの独占契約をした最初のモデルになった。1980年代初期、ファッションブランドは、テレビ番組や街頭看板などでのコマーシャルを開始し、ジア・キャランジ、シェリル・ティーグス、キャロル・アルト、クリスティ・ブ・リングリー、キム・アレクシス、ポーリーナ・ポリスコア、エル・マク・ファーソンといった第一線で活躍する、モデルたちは、ペプシコーラやフォード・トラックスのような企業で、単に用紙のみならず、 そのネームバリューで広告契約を勝ち取るようになる。また、モデルの知名度が上がるにつれてだんだんと憧れの的となるようになり、映画スターや人気歌手のように、スーパーモデルは富と名誉、そして美貌を象徴する言葉となっていった。1990年代になると、スーパーモデルたちはメディアを席巻するようになり、スーパーモデルをごんとも言われる。スーパーモデルは、 スーパースターと同じ地位を与えられ、トークショーに出演したり、ゴシップ紙に記事が載ったり、流行のクラブでパーティーをしたり、映画に出演をしたり、映画スターとの結婚したりもした。その名声はより、スーパーモデルの地位を向上させていき、破格の報酬をモデルたちに約束させた。そんな中、リンダ・エヴァンジェリスタは1 9九十年に雑誌、防具で一万ドル以下の仕事なら、 ベッドから起きないわ。との趣旨の発言した。この時彼女が実際にそう思っていたのか、それともセレブリティとしてのリップサービスだったのかは定かではないが、この発言はモデル誌で最も悪名高い発言となり、リンダは一時的に第一線から知りぞかざるを得なくなった。1991年にクリスティー・ター・リントンは1年間で12日だけ仕事を することを条件に80万ドルを支払うという契約をメイベリンと結んでいい。またその4年後には、クラウディア・シファーが1年間で1200万ドルを稼いだとも言われている。シャネルのデザイナーを務めるカール・ラガーフェルドは、スーパーモデルを映画スターより魅力であるとの発言もしている。この間に、多くのモデルが、スーパーモデルと呼ばれたが、いわゆる、ビッグシック,スクラウディア・シファー。 シンディクル・フォード、ケイト・モス、リンダ・エヴァンジェリスタ、ナオミ・キャンベル、クリスティー・ターリントンだけは世界的にスーパーモデルとして認知されている。特にケイト・モスを除いた5人は雑誌の表紙を幾度も飾り、世界中のブランドのファッションショーに登場し、様々なテレビコマーシャルに登場するなど、世間の注目と人気を集め、スーパーモデル時代の絶頂を築いた存在といえる。 しかし1990年代後期入ると女優やポップ歌手などの有名人が徐々にファッション雑誌の表紙や広告キャンペーンに起用されるようになる。これによってモデルたちが雑誌やテレビなどに登場する機会も減りスーパーモデルブームは陰りを見せ始めた。このスーパーモデルブームの終焉には高い報酬と傲慢な態度にファッション業界が 嫌気が差したからだとも言われているが、防具の編集者、チャールズ・ガンディはそれを否定している。ガンディは、モデル自体が洋服をはるかに浄化する魅力を持ち合わせたために、モデルとしての職業が成立しなくなったこと、また当時は、アメリカ出身のモデルが多く、すんなりとアメリカの芸能界に溶け込めていけたのに、対して、非英語圏出身者のモデルが多くなったために、 モデル業以外に進出するのが難しくなってきたことを理由として挙げている。2000年代初期にはジゼル・ブンチェン、アドリア・ナリマ、アレッサンドラ・アンブロディオなど、ブラジル出身のモデルがビクトリア・シークレットの広告に起用されたことにより、一躍有名になったが、ナオミ・ギャンベルやシンディクロ・フォードのようなスターダムを獲得するには至っていない。また2000年代後半には、東、 ヨーロッパ人のモデルがランウェイを多く占めるようになり、ハイジクラム、タイラーバンクスのように他業界でも活躍を見せるモデルがいる一方で、大半のモデルはモデル業以外には進出できずスーパーモデルは衰退の一途をたどっている。現在、高級ブランドはモデルよりも歌手や女優を多く起用しているが、アメリカのランジェリー会社、ビクトリア・シークレットは若いモデルを積極的に起用している。 ビクトリア・シークレットは、年末に、アメリカの地上派で、ファッションショーが放送されるために、一般人への露出度も高く、その中でも、エンジェルと呼ばれるモデル契約をすると、大々的に線に用いられる。過去には、ハイジクルム、タイラ、バンクス、ジゼル・ブンチェン、アドリア・ナリマ、アレッサンドラ・アンブロジオに加えて、カロリナ・クルコバ、ミランダ・カー、マリサ・ミラー、ドーチェン・クロースなどもエンジェルであった。 また一部では、ジゼル・ブンチェンが近いうちにクラウディやシファーのようなスーパーモデルとしての地位を獲得することができる。ただ一人のモデルであると主張しているが、アメリカ版、ボーグでは2007年5月に10人のモデル、ドーチェン・クロース、ヒラリー・ローダ、ラケル・ジマーマン、ジェシュカ・スタムを含むを新しいスーパーモデルだと定義した。またクリスティ・ブリンクリー、クリスティ・ター・リントン、 リンダ・エヴァンジェリスタといった昔のスーパーモデルたちは有名人や若いモデルたちへの挑戦の意味も込めてモデル業界に復帰している。スーパーモデルの人種比率は白人が圧倒的多数を占め黒人やモンゴロイドの比率は低い。男性のモデルは女性モデルに比べると非常に市場規模は小さい。そのため一般的には 女性モデルよりも報酬は低い場合が多い。男性のスーパーモデルと言われる人には、マーカス・シェンケンバーグ、タイソン・ベック・フォード、アントニオ・サバト・ジュニア、マイケル・バージンがいる。この地位を求めている女性が不健康で痩せていることに対する不満から人種主義から酷訴まで産業としてスーパーモデルの批評はファッションプレスの内外で頻繁に行われている。2007年。 ニューヨークタイムズのファッションライターによるとアンドロイド観察は人気がある。そしてファッションを引き立てるためにいくらかのファッション産業慣例によって中身のない風体と細い体が役に立つ。これは必ずしも本当ではなかった。1970年代には黒くてより重くて少数民族のモデルがランウェイで目立った。一般メディアは しばしばこの言葉をスーパーモデルに達しないモデルにも使った。この点をナオミ・ギャンベルも指摘しており、言葉が少しばかり緩く使われたと思う。ケイト・モスは明らかにスーパーモデルである。しかし、ジゼル・ブンチェン以降はスーパーモデルは現れていないと思うと述べている。有名なフランスの作家で元モデルのジェラルディーン・マイエは著書プレスックトップモデルの中で、 スーパーモデルの高まりと低下をユーモアとシニシズムで関連付けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。